タイにあるセブンイレブンのレジ前に貼ってある払い可能案内アリペイとは中華人民共和国のアリババグループの決済及びライフスタイルサービスである時にはオンラインとオフラインの決済機能を提供している運営はアリババグループの関連会社のアントフィナンシャルサービスグループが行っている2013年モバイル決済サービスの処理額が1500億ドル近くに達しこれは 同年のペーパルとスクエア、インクのモバイル決済額を合わせた額よりも多い。2016年代四半期も2015年のシェア71%から同業他社の微信しつけのシェアが急進したため54%に下がっているが世界最大規模のモバイル決済を行っている。また、アリペイの金融商品の余り額だからは2018年当時、 約4%の年利がついた。この年利が中国で銀行に預けるよりも高く設定されていることが利用者の拡大に寄与している。もともと中国居住者以外は利用不可であったが2019年11月よりツアーパスを導入し利用可能になった。ツアーパスの決済手数料は5%。2004年12月。 中華人民共和国にてサービスを開始した。2014年10月16日にアリペイはアントフィナンシャルサービスにリブランドされた。ありがとうございます。